はい、あ、影井さんから。私からですね、はい、新潟市、はい、マキノメレボリューションさんからです、うん、スイカを食べる時のアリバイです、これ大好きなんです。口に入れる時のジュワッと出てくる汁が最高なんですよ。でも人によっては青臭い匂いが苦手な人もいるみたいだけど、私はこの匂いも大好き。あ、お汁がこぼれちゃう、もったいないから全部飲んじゃおっと、うん、なるほど、スイカ食べる時ね、なるほど、ありますよね、そういう時ね。スイカだ、スイカ。武井さんとおっしゃいましたか。はい、はじめまして、私立探偵の毛利小五郎と申しますが、あなたが青臭い匂いが結構好きだとおっしゃいましたが、はい、やっぱりあの5月ぐらいに山に入った時、あ、これあれと似てるって思ったことありますか、ね、5月、ね、5月あれこの匂いって思ったこと終わりですかな。もう分からん、分からん、ちょっと分かんないですね。竹、竹林、うん、5月あたりですかな。5月あたり山に入ってないな、まあ、早ければ4月とかのこう新芽の匂いって言うんですか。新芽の匂い分かりますよね、新しく芽吹いた時の春先、うん、爽やかな感じですか、うん、いやちょっとあれっていう匂いです。へえ、うん、自然のね、うん、自然のこう、なんかこう、あれこれに、あれ匂ったことあるって思ったことある。それはないよね、それはないよね。ここじゃない場所で同じような匂い匂ったことあるって思ったことありますか。だかそういう思いったことはあるけど、あるの、あるの、その4月の匂いとか5月の匂いが分かんないです。何やと思ったんじゃ、じゃあ逆に何の匂いやと思った。この匂い嗅いだことあるみたいなことありますね。どこで嗅いだ記憶とか思い出しませんでしたか。どこで嗅いだ記憶、うん、結局は人の匂いだったりとか、あの、うん、友達の家の匂いとかね。そうそうそう、いや、おそらくあなたそれベッドで匂ってる。そんなことない、それは違いますね、それは違う、それは違いますね、あの通常の。おい、しかんぷん、今急に言うてん、出てこい、出てこいのパターン、出てこいで切れられることあるんですか。逆に出てこない、初のパターン。お姉さん、出てこい。お姉さんは、はい、寝るときはどんな格好で寝てるの。大きい T シャツ1枚だよ、うん、妙にいやらしいの出てるな。え、嘘。楽なんです。逆にもうそっちを広げたくなるな。聞きたい。じゃあもう、え、下の方も履かないパティーン。パティーン。ちゃんと下着を履いてるよ。あ、下着は履いてる。ブラは、うん、しないよ。ブラシしない子なんか、すごいいい仕事してる。行こう。止められた。子供はこんな場所来るんじゃない。出てきたまえ。よかったのに。いや、もっと聞きたかった。聞きたかったですよ。なんなら。ちなみに、あの、5月の山の匂い。そっちも持つの。あ、これなんか、一回口、入ったことある。記憶はないですかね。ちょっとないですね、それは。ないですか。はい。なんかこの辺かかったことあるとか言う。ちょっと事故で、事故でこの辺飛んできたみたいな。ないかな。もう行きも、ね、も帰りも下ネタも。ないよね。どっちへ進んでもあかんわ、ね。ないです。ないです。あなた処女ですか。うわー、ノーコメント、ね、ノーコメントの時点で処女じゃないんだけど。OK、しろ、危ない、かけずにしろ、だってよかったですね。なんでこんな爽やかにそれが言えんの。罪がないよね。